12月15日から25日までの間、ユープラザ宇多津でユープラザ宇多津のメリークリスマス、リースがいっぱいクリスマス2が開かれています。これは地域でクリスマスをより楽しんでもらえるようにと毎年開催されていて、今年で20回目となります。展示されている作品は、亀井恵子さんと藤井時子さんが指導をしている絵画教室の生徒らが作成したリース35点です。リースは新聞紙や段ボールで作られており、個性豊かな作品が並べられています。今年は一人一人、クリスマスに向かって楽しい気持ちを表現するリースを作らせていただきました。もうこれを20年ぐらい、ここの空間をクリスマスにムードにして地域の皆さんと楽しむユープラザ宇多津のクリスマスっていうことをやらせていただいて、例年はもう少し期間も長くて大掛かりなものをグループで作っているので、また来年そういうのができればいいなと思ってます。いつものようにいつものことができる素晴らしさを感じました。やっぱり展示し終えてホッとしてます。ユープラザ宇多津のクリスマスリースがいっぱいクリスマス2は12月25日まで開催されています。楽しさが詰まったクリスマスリースでクリスマスをより感じてみてはいかがでしょうか。